伏木神社は、富山県高岡市伏木にある神社である。毎年5月15日に行われる例祭、伏木引山祭りで有名。天寺公大御家、豊池大御家、王神天皇、神宮皇后、菅原道真公、角土神を祀る。王神天皇の母である神宮皇后が祀られていることから、子育ての神としての信仰がある。ご鎮座は社殿によれば、 奈良時代、聖武天皇の御世、732年9月に、海岸に帰還があったので、新名宮として、伊勢神宮から布修羅の蔵が浜に勘定され、海岸鎮護、住民の守護神として創始された。万葉の歌人、越中国主、大友やかもちが在任した、天平の頃、伏木神社を崇敬したと伝えられている。その後、社地は、波浪の侵食を受けて一度か、 千里、江戸時代の末期、1813年9月24日、現在の地に遷宮した。この時、信仰具部として、伏木引山が作られ、勇ましい引山行事となって、現在に至る。金号十一家村の僧者として崇敬され、宇治子の繁栄につれてご神世の渡御が行われ、そのお供として掘ろ、花笠、安鈍などが作られて賑わった。 1883年8月には、不識神社と改称された。現在の社殿は、宇治子及び宮う家、笹口つと無神社22社宇治子、会社、工場、商店等の特使により1982年12月に、春工し、翌58年5月春祭りに合わせ宇治子全員で、盛大に経画祭が採用され、春工を祝った。社法として、 鎌倉時代のものと思われる狛犬一帯と、1666年の裏考察がある。2013年9月7日には、伏木神社鎮座1280年、仙宮200年、引山発祥200年を迎え記念大祭が行われ、12時より、はしごのり法能、伏木相撲神工法能、伏木相,相撲力士土俵入り、太古大行列、獅子舞。 夕刻18時より、ホロム社行列、五神夜漁、引山放映、引山林奉納などの奉祝記念行事が境内、町中心部で取り行われた。ありがとうございます。